皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回もアーマードコア6の続きをやっていくよ。キュベレイ戦の続きからですね。あの後スネイルに捕まったんだよね。果たして僕はどうなってしまうんだろうか。かくして、コーラルはアーキバスにより掌握され、ルビコン技研都市の全域は、同社の進駐部隊による管理下に置かれた。発見された技研の遺産は多岐にわたり、その中には人の手には余るものとして存在を隠蔽された実験兵器も含まれていた。コーラル集中管理システムの名を冠した新兵器群アイビスシリーズである。そしてかつての災害より遺棄されていたコーラル吸い上げ機構バスキュラープラント、アーキバスはコーラルを生涯に持ち出すため、この修繕及び大気圏外への延伸計画に着手する。それを阻む力はもはや解放戦線にはなく、ルビコンの戦火は静かに終局の時を迎えようとしていた。デイブン、あなた宛てのメッセージを見つけました。暗号化を解除、再生します。621、これはある友人からの、いや、この俺からのごく私的な依頼だ。お前は気づいているだろう、コーラルの潜在的な危険性を。アイビスの火で消失したはずのコーラルはしかし生き残り、集まり、ゆっくりと自己増殖を続けていた。集積したコーラルは指数関数的に増殖を早め、やがてはルビコンから溢れ宇宙に蔓延する汚染となるだろう。その前にコーラルを焼き払う必要がある。それがかつて生計を飲み込んだ対価を再現することになったとしてもだ。これはハンドラーとしての指示ではない。俺が死んでいった友人たちから受け継ぎお前に託さんとする一つの依頼に過ぎない。621、火をつけろ。燃え残った全てに。俺の最後の仕事としてお前を自由にしよう。レイブン、ウォルターの考えていたことがようやく分かりました。この機体もこうなる可能性を予期して彼が手配していたのでしょう。脱出する時が来たようです。システム戦闘モード起動。企業同士の争いはアーキバスの勝ちで終わったけど、物語はまだ終わってないってことか。しかし物語は終盤に入った感じはしますね。そうだね。それじゃハンドラーウォルターのおかげでどうにかアーキバスから解放された。しまずは脱出しないと。今乗ってるのは旧型の機体ってことですし、できるだけステルスで進んでいかないとですね。任せてくれ、ステルスミッションは大得意だよ。絶対嘘ですよね。今まで敵を全滅しかしてなかったじゃないですか。何？目撃者を全滅すればそれはステルスなんじゃないのか。どこの世界のステルスなんですか。まあでもそもそも機体的にも戦って突破というのが厳しいので、必然的に戦わない方のステルスになりますそうなると今までで一番難しいミッションになるかもね。どれだけステルスが苦手なんですか。さすがにあいつは倒さないとヤバいよね。って危ねえ、もう一機すぐそばにいたのか。ここは一旦スリッカってるんかい。そこは見なかったことにして進んでいくのがお約束だろうが。そんな甘えは
に撃たないのがフロム流ですよ。というか機体が重すぎて全然避けれないんだけど、しかも武装も全然強くないから MT 相手でもすごい苦戦してるし、今まで使ってた機体の性能がいかに高かったかがわかりますね。よし、さすがに1対1なら MT には負けないね。空洞なることかと思ったけどなんとかなったな。でも今のは2機だったからなんとかなったけど、数が増えたらヤバそうだね。ここからはおふざけなしでマジでステルスをしよう。それにしてもなんでこんなところにまで MT を配備してるんですかね。アーキバスはコーラルを地中に収めたけど、だからこそ警戒を高めてるのかもね。おっこの AC ジャミング弾っていうのも装備されてるのか。強制的に相手のロックを外すってことは、うまく使えば強行突破もできるってことだな。うん、おそらく目の前に待ち構えてた 400MT に使えってことだね。あっ、いやでもなんかこっちにも道があるし、もしかして正解の道を進んでいけば接敵しないのでは。この地下通路思いのほか入り組んでるみたいで、アーキバスも全部はカバーできてないみたいですね。おっとダメだよ、ちゃんと通路は見てなきゃ。結構適当に進んだ道だったけど、うまく敵の横に出れましたね。今さら駆けつけても遅い、ここにはもうジャリングを巻いておいたぜ。ジャリングって後からでも効果あるんですね。一定範囲って書いてあったし、しばらくは範囲に効果が残るのかもね。よし、周りに敵はいなさそうだし、敵に気づかれる前に先に進んじゃおう。はい、初手ジャミング弾を撃ったので、お前の攻撃は当たりませんと。 400MT いますけど大丈夫なんですか？大丈夫、まだジャミングが効いてるし、それにロックをもできなくするっていうのが想像以上に強いからいけるはずだよ。ふふ、旧型 AC で敵を翻弄するのは気持ちがいいぜ。本当にロックオンができてないのか、こっちの動きを全然追えてないですね。ここまで強いなら常に使っておきたいよね。で、これそんなに重要そうじゃない資料だったな。せっかく頑張って拾ったのにちょっとショック。それじゃ取るものも取ったし、僕は離脱します。正直ダメージ的に倒せそうになかったですから、逃げれるなら逃げた方がいいですよね。さすがにこの機体じゃ倒せそうにないし、仕方ないね。おやっと空だ。とりあえずここまで出てくれば、出会い頭の戦闘っていうのは起きなくなりそうですね。と思ったら想像以上に敵がいた。これなら地下通路の方が警戒が薄かったね。しかも出た瞬間に見つかってるし、ここからは少し強行突破をする必要があるかもな。邪魔なやつだけ倒して、早く目的地に行きましょう。目的地まであと少しだ。なんとしてもたどり着くんだ。敵の攻撃も激しくなってきましたから、早く駆け抜けてください。このビルの上が目的地になってるんだけど、これ合ってるの？今さらこんなところに登っても何もないと思うんだけど。ちょ、この機体ブースト量少なすぎて登れないんですけど。焦らず周りの低いビルから飛び乗るんですよ。なんとか登れた。何かあるな。ブスって感じもしないし、なんなんだろうこれ。やばい、さすがにこの上は集中砲火を食らうし、とりあえず起動だ。これでいいんだよね？離れていいんだよね？なんか発射されましたね。なんでもいいから周りの敵を殲滅してくれ。ビーコンの発信を確認。久しぶりだな、ミジタ。暴れる元気が残っていたようで何よりだ。ボスが迎えに行く。合流地点まで移動してくれ。あの打ち上げたのはビーコンだったみたいですね。ビーコンを頼りにラッドのチャチが助けに来てくれたのか。それじゃチャチの指示通り目的地まで一気に進もう。さすがにもう HP も少ないし、ここからは敵は虫の方向性で行くぞ。本当にあと少しだ。ウォーを届け。目的地到着。ここでカーラと合流するって話だったけど、どこにもいないな。早く来てくれないと僕また捕まっちゃうんですけど。ちょっと待ってくださいよ、このタイミングで包囲なんてされたら耐えれませんって。いや、しかもあまりにも数が多すぎでは。とりあえずジャミング弾を撃って、少しでも被弾を減らさないと。さすがにアーキバスもこれ以上霊軍に固執してもメリットないと考えて、捕獲を諦め始めてますね。このタイミングでその通達はまずい。なんだかんだ今まで捕獲するって目的があったから、敵もあんまり攻撃してこなかったけど、ここからはそうはいかないじゃん。でも今はカーラが来るまで耐えないと。頼むからカーラ早く来てくれ。さすがにカーラの乗る AC が来たら MT なんて余裕だよ。そんなわけなんで、カーラさんこいつらやっちゃってくださいよ。さすがにマイスターさんも少しは働いてください。僕にできることはここまでなんだ。一定、あいつ最後の最後でグレネード撃ってから撃破されやがった。一発700近く吹き飛んだぞ。さすがにあの威力の攻撃はもう何発も食らえませんね。で、あれ？敵がいなくなっちゃいましたね。マジか、あの数の MT を一瞬で殲滅ってカーラの AC 強いんだな。何はともあれ、これでアーキバスから逃げることには成功したみたいだね。敵を回そう。ミ
スターの機体も取り戻してやる。よかった、僕の AC も無事なんだね。一息ついたら話をしようか。ウォルターのことさ。それは僕も気になってたんだ。戻ったようだね。やっぱりビジターにはその機体がしっくりくる。あんたは生き残った。ウォルターは賭けに勝ったってわけだ。いいだろう。あんたには私らの使命を明かすことにする。次の作戦はそのための布石だよ。私らってカーラもハンドラーウォルターと同じ目的を持ってるのか。てっきりコーラルの利権に一枚噛みたいのかと思ってたけど、まあミッションを進めていけばわかるか。ビジター、昔話をしようか。アイビスの火がこの星を焼き尽くした後、決して表には出ないある組織が作られた。観測者たちの結社、オーバーシア。コーラルの増殖傾向を測り、破綻が訪れる前に焼き払う。それが使命だ。私はウォルター、そして死んでいった友人たちのね。ラッドは退屈しない隠れ蓑のだったが、いよいよ本来の仕事をする時が来たってわけさ。本題に入ろうか。あんたもザイレムには行ったことがあるだろう。技研の作った養生都市だ。あそこには来たるべき破綻への備えとしてちょっとした機能が隠されてる。そいつが今の状況には必要なのさ。ラッドの技術者が総がかりでザイレムのコントロールを奪いに行く。あんたにはシャシャリ出てくるに違いない。アーキバスの相手を任せたい。なるほど、カーラとハンドラーウォルターは同じ組織の一員だったってわけね。しかしコーラルを焼き払うための組織があったとは。危険性がないエネルギーではなかったってことですね。さすがにアーマードコアの世界は甘くないね。それじゃ早速ミッションをやっていこう。いざ出撃。今回のミッションはラッドの面々がザイレムのコントロールを奪うから、それの時間稼ぎみたいだね。てっきりザイレムに侵入するところから戦闘になるのかと思ってましたけど、侵入自体は楽にできたんですね。アーキバスはザイレムを手中に抑えてはいたけど、そこまで価値を見出してなかったんじゃないかな。実際今回の目当ての機能は隠された機能だったみたいだし、おっちゃちがザイレムの防衛システムを起動させてくれたみたいだね。一部ってことでシールドだけみたいだけど、ないよりマシか。どうせなら都市内に配備されてた無人機や砲台も掌握してほしいんだけどな。さすがにそれは時間が足りないですって。それにできるならレイブンに守ってくれって言いませんし。それもそうだね。さてと、早くもアーキバスのご到着か。どこからでもかかってこい。今回はお前たちが大軍で来ることは予想がついてたから、バズーカ2丁持ちできたぜ。この圧倒的な火力と爆発範囲を抜けることができるかな。正直どうなのかと思ってましたけど、爆発範囲が広いおかげで一発で敵の MG 部隊を殲滅できてますね。やはり火力が世界を救うんだよ。オプラズマ砲台を使えるようになったみたいだね。これはもしもって時に使えるようにとっておくか。下手に使って後半対処できなくなりましたってなっても困るからね。今はリロードが間に合ってますけど、敵の数や当たり方次第ではリロードが終わらないってこともありますもんね。そうならないためにもできるだけ慎重に狙っていかないとね。やべ、後続の敵に当たってないじゃん。しかも焦りすぎて外しちゃった。頼む、ミサイル滝そいつら落としてくれ。今のはちょっと危なかったな。垂直発射式の誘導性能に救われましたね。やっぱり僕を救ってくれるのはいつだってミサイルなんだよね。でもさすがに次はこうはいかないかもしれないし、できるだけ正面からバズーカを撃とう。で、次は空と地面の同時進行かよ。これさすがにバズーカ一発でどうにかなったりはしないよな。若干しそうでしたね。このバズーカ爆風広すぎるだろ。でも今のでうまく当てれば一発でなんとかなるって分かったし、これは希望が見えてきたぞ。これは届かないのか。おそらく2層機の下側に当てれたらギリギリ爆風が届くって感じなんでしょうね。結構シビアなんだな。まあ残りは左の通路だけだし、サクッと倒しちゃおう。左側は空の輸送機はいないみたいですね。ということは一旦昇級しか。それにしてもアーキバスもちまちま部隊を送ってくるな。どうせなら残ってるベスパー部隊を全投入してくれてもいいのに。アーキバスからしたらこのザイレムのダッシュ自体がおとりって可能性がありますし、ベスパー部隊を投入できないんじゃないですかね。ここに本気を出した結果プラントを破壊されましたとかシャレにならないもんね。さて残り3分、ここからどんな手に出てくるかな。まだシールドの本体も無傷ですし、これはいけそうですね。
今度は狙撃部隊です。MT 部隊の投入が難しいと考えて遠距離狙撃でシールドを剥がしに来たか。でも狙撃っていうにはあまりにも近すぎたな。撃つ前に落とさせてもらうぜ。すみません、もう少し撃つの待ってください。間に合わなかったか。一発でだいぶ持っていかれましたね。想像以上に威力がある狙撃だったね。この威力の狙撃を何発も撃たれるのは正直嫌だし、できるだけ撃たせないようにしないと。狙撃位置につく瞬間に隙があるので、そのタイミングで倒したいですね。そうなんだけど、うまく攻撃しないと間に合わない機体が出てくるみたいだから、テキパキ倒さないと。まず1機、2機目はどこだ。何、あえて手前に降りることで射撃時間を稼いでいただと。さすがアーキバスやるじゃねえか。一撃を確実に入れるって戦法を取ってきましたね。まずい、片方を攻撃するともう片方が間に合わないパターンに入ってる。すみません、それされると絶対どこかで間に合わなくなるんで、もう狙撃兵はやめてくれませんかね。まさか狙撃兵2機で手が足りなくなるなんて。地味に距離が離れてるのがいやらしいんだよな。あっても2分切ったから違う敵が出てきそうだね。狙撃の時間が終わったのは正直助かりますね。残り時間も少ないし、そろそろ砲台を起動させるか。2つあるし、1分ごとに1つ起動で良さそうだね。で、次は純粋な物量かよ。あの密集具合ならアサルトアーマーをタイミングよく使えばなんとかなるはず。頼む、落ちてくれ。いい感じのタイミングでしたけど、若干伸ばしましたね。もう少し行動稼いでれば全部破壊できたかもね。ちょっと怖くなってきたから、もう片方も起動しておこう。もう一度さっきの自立兵士の自爆特攻が来るとヤバいですから、ある程度は落としてもらいましょう。今一瞬見えたけど、砲台の攻撃って意外と威力があるみたいだね。敵の増援が一撃で破壊されてたよ。それじゃ空の敵は砲台に任せて、僕はこの中央から来てるヤクを相手しようか。この敵今までの MT と違って硬いですから、気を引き締めないとですね。ここはバフーカで少しずつダメージを稼ぐしかないね。は？僕まだ半分以上 HP があったんだけど、なんで一瞬で霊になってるんだ。謎の攻撃で一気に消し飛びましたね。 AC でもないのにそんな効果力持つなよ。まあでも割と敵の攻撃パターンは分かったし、次はうまくやれるよ。なんとかここまで帰ってこれた。さっきの増援とリベンジといきますか。まずは砲台を起動して周りを攻撃してもらう準備をしてと。とりあえず起動しておけば少しは攻撃してくれますからね。なんかさっきと違って敵が突っ込んできたんですけど。さっきと違う動きするなよ、焦るじゃないか。とりあえずミサイル全弾発射してサクッと倒しちゃおう。よし、なんとか効果力 LC が来る前に突っ込んできたやつは倒せた。あとは距離を取ってこいつと戦うだけ。さっきは超至近距離で攻撃を食らっちゃったのがいけなかった。ボイから距離さえ取ってれば一気に負けるってことはないはず。今撃ったのが火力の高い砲撃ですね。あんまり弾速は速くないから避けるのはそこまで難しくはないね。しかもバズーカがいい感じにダメージを出してくれてるし、あと数発撃ち込めば倒せると。で、砲台さん普通に敵に突破されてますよ。やばい、もうシールドはないから近づかれる前にどうにかしないと。最後の最後で慌ただしすぎるって。あっても効果力 LC はこれで終わりそうだね。よし、こいつさえ倒しちゃえばもう怖いものなしだ。あとは雑魚の処理ですね。あと数秒、どうやら守りきれたみたいだね。なかなかに難しいミッションでしたね。サイレン制御システム上級管理権限移行。オーナー、シンダーカール。よく持ちこたえたね、ビジター。この都市の本当の姿見せてやろうじゃないか。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。